40代50代でも必ず痩せれる10キロ痩せるために最初にやるべき5選お伝えします。私もマックス体重から26キロも痩せたんですが、その時にすごく実感したのが、短期間で 2,3 キロ減らすのと10キロ単位でドーンと痩せるのとではやり方が全然違ったんです。今回は皆さんでも簡単に実践できちゃう秘訣をご紹介します。では1つ目、食品から酵素を取る。酵素ってダイエットをしたことがある人はきっと知ってる方がほとんどだと思います。この酵素は体の代謝に大きく関係していて、酵素が不足してしまうと代謝が落ちて免疫力が下がって太りやすく痩せにくい体になっていくんです。さらにシワやシミ、抜け毛や白髪など老化現象も進行。体にいいことは一つもありません。私たちの体は体の中で作られる体内酵素があるんですが、できる限り食事に制限なく楽しみながらダイエットをしたい方はこの体内酵素だけでは足りないんです。なので外から酵素を摂取するということがとっても大切です。ではその酵素って何を摂取すればいいと思いますか？多くの方が考えるのが手っ取り早く酵素ドリンクだったりサプリなどだと思うんですが、私がお伝えしたいのは近くのスーパーでも買える食材なんです。それは生の野菜やフルーツ、さらに発酵食品などから酵素をしっかり摂ることが大切なんです。できれば食事の最初にこの酵素を摂取して、その後タンパク質や炭水化物を摂ることによって体の中に脂肪が溜まりにくく痩せやすい体質作っていけます。体内で作られる体内酵素は食べ過ぎることと年齢とともにどんどん減っていきます。この体内で作られる体内酵素を日頃から無駄遣いしないように外側から摂取して、体の内側から綺麗になっていきましょう。2つ目、加工食品の摂取を減らす。日頃から我が家でも加工食品はよく買うんですが、実はこの加工食品ってほとんどが100度以上の高熱で調理されているものなんです。ということはこの加工食品、1つ目でお伝えした酵素があまり入っていない食材とも言えます。100度以上の調理でほとんど全滅しちゃうんです。この加工された食品を食べるとき、私たちの体は消化を一生懸命しなければいけません。この消化をするために体の中にある酵素がどんどん使われます。なので代謝をしっかりしてくれる酵素が不足してしまって、結果体調不良だったり太りやすいという現実が待ち構えているんです。この加工食品とても便利なんですが、ドーンと10キロ以上で痩せたいという時には少しからでも控えて、食材そのものから栄養を取るように意識していきましょう。私が10キロ以上痩せた時にやっていたのは、食材の形ができるだけ残ったものを食べるように意識していました。なので調理はとっても簡単です。ただスーパーで買ってきた食材を生のまま食べたり煮たり焼いたりするだけで十分バランスのいい食事とっていけますので、こういった工夫今日から少しでもしていきましょう。3つ目、ビタミン・ミネラルを取る。ビタミンやミネラルは代謝に必須のサポーターとも言えるんです。私たちの体は食べたもので作られていますよね。なので私は日頃からできるだけサプリは取っていません。なのでビタミンやミネラルもできるだけ食材から摂取するように日頃から意識しています。三大栄養素の炭水化物や脂質、タンパク質は普段のバランスの良い食事で十分摂れている方がほとんどです。でも意外と摂れていないのがこのビタミンやミネラル。このビタミンとミネラルは代謝がスムーズに行われるために必須な栄養素なんですよ。さらに1つ目でもお伝えした酵素、このビタミンやミネラルがないと体で十分に働いてくれないんです。お互いに助け合ってフルで働いてくれているんですよね。なので食材からぜひ皆さんもビタミンやミネラルを摂る意識をしていきましょう。私がよくスーパーで買うビタミンが豊富な食材としてパプリカやカブだったり、お米にちょっと玄米を入れてみたりしています。ビタミンはレバーやひじき、大豆類だったり小松菜なんかもおすすめですよ。4つ目は睡眠をしっかりとる。睡眠不足っておデブ、
おブスへの近道だったりします。睡眠不足になると体はストレスを感じて、脳がすぐエネルギーになる脂っこいものだったり、甘いものをすごく欲しがってドカ食いに走りやすくなります。皆さんも夜更かしした時経験ないですか？無性に夜中にカップラーメンが食べたくなったり、ポテトチップスをボリボリ食べた経験などある人が多いんじゃないでしょうか。これはその脳からの指令とも言えます。意外と現代人はこの睡眠をとるっていうことが難しかったりします。少なくとも6時間から7時間は睡眠をとるように、今日から少しでも早く布団の中に入るようにしていきましょう。そうやって少しからでも睡眠を多くとることで、無駄な食欲を抑えて肌の調子も良くなって、美容にもダイエットにもとってもいい効果が発揮されます。これは嬉しいことにタダでできる秘訣になるので、今日から10分でも早く寝る工夫をしていきましょう。5つ目、1日10時間は空腹の時間を作る。この空腹の時間があなたをきれいにしちゃいます。皆さんはミトコンドリアって聞いたことありますか？このミトコンドリアは体を作る全ての細胞の中にあって、その細胞の代謝を司る働きがあります。このミトコンドリアを増やすと、太りにくくて痩せやすい体を作っていけるんです。ではどうやったら増えるかというと、超簡単。このミトコンドリアは空腹な時がすごく好きなんです。この空腹時に一番増えるとも言われています。空腹になるとエネルギー不足になって、このミトコンドリアが活性化されます。だから常日頃ちょくちょくつまみ食いなんかしている方は、空腹の時間がなかなかなくて、このミトコンドリアが増えずになかなか痩せないという現実が待ち構えています。1日1回でいいので最低10時間は空腹の時間を作ると、どんどん体は痩せ体質に変わっていきます。無理せず今日から空腹の時間作っていきましょう。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。今日5選紹介しましたが、まだ実はダイエットの秘訣出し切れていないので、皆さんぜひチャンネル登録してお待ちください。皆さんがやっているダイエット、こんな方法やっているけどどうかなだったり、このダイエットって本当に効果があるの？など不安なことや質問があればコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。